広く豊かな国越前、日本の中心であった京にも近く、さまざまな人々が往来し、都の文化を伝えました。九頭竜川の河口に開かれた三国港には外国の船も訪れ、珍しい品々がこの地に入ってきます。100年にわたって朝倉氏が治めた越前は、大きな戦いが行われることもなく、平和な時間が流れ、独自の文化が発展する美しい国だったのです。朝倉氏が織田信長によって滅ぼされた後、この国を治めたのは織田家家臣の中でもナンバーワンの地位にあった柴田勝家です。勝家は越前の一向一揆を平定した後、現在の福井市に北野庄城を築きます。この北野庄城がどのような城であったのか、今のところよく分かっていません。後に家康の子である結城秀康がほぼ同じ場所に城を築いたからです。秀康が築いた城は後に福井城と改名され、現在でもその遺構を確認することができますが、福井城は北野庄城を改築したものとも全く別の城として築かれたとも言われており、この2つの関係は謎だらけなのです。JR 福井駅、恐竜が並んでいますね。この福井駅と福井城跡の間には昔巨大な水堀があったと伝わります。この百間堀と呼ばれる水堀の元は川、吉野川と呼ばれる川がこの辺りを流れ、阿諏訪川に合流していました。勝家が築いた北野庄城は阿諏訪川と吉野川が合流した位置にあったと言われています。河川が合流する場所は何もしなくても複数方向を防御できるので、城を築くには絶好の場所だったのですね。勝家の北野庄城があったと伝わる場所に行ってみましょう。福井駅から阿諏訪川方面に向かって歩いていきます。繁華街の中に見えてくるのが柴田神社、柴田勝家とその妻市を祀っています。境内には睨みを利かせた姿の勝家が座り、その背後には妻市と3人の娘が控えています。市は信長の妹、絶世の美女と言われ近江の浅井長政のもとに嫁ぎました。3人の娘は長政との子、長女は豊臣秀頼の母となり大阪の陣を戦った茶茶、次女は京極高次の正室初、そして三女は徳川二代将軍秀忠の正室となった郷です。浅井家が信長によって滅ぼされた後、一は三人の娘を連れて柴田勝家のもとに嫁ぎ、この北野庄で暮らしていたのです。柴田神社は平成10年から境内の発掘調査が行われ、その結果城の石垣の一部が発見されました。言い伝えの通り、ここが勝家が築いた北野庄城の跡ということが分かったのです。城の遺構はこの神社の地下に眠っており、見学用の穴を覗くと勝家時代のものと思われる石垣が見えます。この北野庄城は7層の天守が上がる信長の安土城に匹敵するような巨大な城であったと言われています。北野庄を訪れた宣教師のルイス・フロイスは、城および他の屋敷の屋根が全てことごとく立派な石で吹かれており、その色により一層城の美観を増したと記録しています。また安土の2倍ほどもある城下町が広がり、阿諏訪川には巨大な橋がかかっていたようです。勝家も
立派な町を作ったのですね。1582年6月、織田信長が本能寺の変で命を落とした後、勝家は織田家家臣団の筆頭として織田家の今後についてあれこれ采配を振るいます。しかし家中はまとまらず、家臣の間で争いが始まります。勝家の最大のライバルとなったのは羽柴秀吉。急に力をつけた秀吉に対抗する織田家臣は他にも多かったのですが、秀吉はこれを下し、あるいはまとめ、わずか数ヶ月の間に勢力を拡大させます。この間勝家は何をしていたかというと、今戦うのは織田家にとって良くないのでやめておきましょうという秀吉との和睦交渉。実は勝家は北の庄から動くことができなかったようなのです。原因は雪。豊かな国越前は冬の間雪によって閉ざされます。何メートルも積もる雪は軍の往来だけでなく人々の行き来も止めてしまいます。人々は雪が溶けるのをひたすら待つのです。勝家が秀吉との決戦に出発することができたのは翌1583年の春。まだ雪が溶けていない3月でしたが、無理を押して近江に進軍します。この時秀吉は伊勢の滝川一益との戦いに手こずっている最中でしたが、勝家が出てきたのを聞くとすぐに軍を近江に返し戦いに備えます。後に賤ヶ岳の合戦と呼ばれる戦いの始まりです。はじめ両軍による睨み合いがしばらく続きますが、岐阜で織田信孝が挙兵し秀吉が戦場を離れます。これをきっかけに柴田軍が攻めかかり、猛将佐久間盛政は秀吉軍の砦を落とし戦いを有利に進めます。ところが柴田軍の攻撃を聞いた秀吉は反転、わずか半日で美濃から近江に戻ってきます。信じられない秀吉本隊の出現に驚いた佐久間盛政は攻撃していた賤ヶ岳の砦から撤退しますが、間に合わず攻撃を受けます。さらに後方を守っていた前田利家隊が退却。これをきっかけに柴田軍は崩れ、やむなく越前に退却することになるのです。秀吉は勝家の後を追い越前に入ります。そして阿諏訪川を渡り北の庄城に迫ります。勝家のもとに残った兵は3000。北の庄城は広すぎてこの兵力では守ることができなかったようです。勝家は外側の防御を諦め城の中心部にこもります。秀吉軍は鉄砲を撃って攻撃し、本丸まで勝家を追い詰めます。夜、勝家は一族及び近親を天守に集め、最後の宴を行います。妻、一には城を出るように勧めますが、一はこれを拒否、勝家と一緒に死ぬことを望んだと言われています。三人の娘は城から出され、翌日、勝家は天守に登り、一と共に自害します。城には火が放たれ、北の庄城のすべては焼失します。この地に新しく城が築かれるのはそれからしばらく後、徳川家康の息子結城秀康が越前68万石の領主となった時です。秀康は家康の次男ですが、父とは3歳になるまで面会を果たすことができなかったようです。長男信康が切腹させられた時、秀康は徳川家の後継者となるはずでしたが、小牧長久手の戦いの後、羽柴秀吉のもとへ養子として差し出され、
徳川家の後継者は異母弟である秀忠とされました。秀吉の養子となった秀康は大阪で過ごし、最先端の文化に触れます。また九州攻めでは秀吉の子として采配を振るい、数々の武功を立てます。秀吉は文武に秀でた秀康を愛し、頼りにしたようです。当時秀吉には後継者はおらず、何かあれば秀康に継がせることを考えたかもしれませんね。しかし秀吉に息子鶴松が誕生すると、秀康は関東の結城家の養子となります。実の父は家康、養父は秀吉という戦国の貴公子なのですが、時代の流れによって家康からも秀吉からも遠ざけられたようにも見えますね。小野秀康は1600年の関ヶ原の戦い、東軍として上杉征伐に参加し、そのまま宇都宮城にとどまり、上杉氏の南下に備えました。関ヶ原で行われた合戦には参加していないのですが、東軍が背後を気にせず戦うことができたのは、秀康が宇都宮で上杉を防いだからだと家康に先行第一位とされ、越前の大将に報ぜられたのです。そして秀康は北の庄に新しい城を築きます。福井城の後にやってきました。堀が広いですね。また石垣も高く複雑な形になっています。かなりの広さがあるように見えますが、実はこれ城の中心部本丸の部分だけなのです。中には福井県庁や県会議事堂、県警本部などがあるのですが、これだけのものが立つスペースがあったということですね。福井城の本丸は広大。さすが越前68万石、巨大な城を守る豊富な兵力があったということでしょうか。この福井城の本丸を設計したのは徳川家康です。家康は息子の城作りに手を貸します。また工事は全国の諸大名によって行われ、家康の息子の城にふさわしい城となるよう6年の歳月をかけて完成させたのです。堀や石垣が立派なのもよくわかりますね。福井市役所のあたりは公園として整備され、案内看板なども多く設置されています。福井城は本丸を中心に二の丸三の丸が城の周囲を固める作り、各蔵は堀によって区切られていました。ここは二の丸の堀があった場所。堀や石垣の大きさを体感できるようになっています。福井城には珍しい建物が復元されています。それは廊下橋です。堀を渡る橋に屋根をかけ、雨に濡れないように、また通行の様子が見えないようになっています。福井城では藩主の通路であったようです。殿様気分で歩いてみたいですね。廊下橋を渡ったところにあるのが山里口御門です。敵の動きを止め攻撃できる枡形となっています。その先にあるのが矢倉門、上から攻撃できる最強の門です。
この門、遠くから見てもキラキラしていますよね。白っぽく見えるのはこの付近で採れる尺谷石を屋根に使っているため、きめが細かく濡れると深い青に変化します。意外と柔らかく加工しやすいようです。夏と冬の気温の差が激しいこの北陸では、一般的な土でできた瓦は割れてしまうことがあるそうです。そのためこのような石を使っているのですね。門をくぐったすぐ先に福井城の中心、天守がありました。この階段を登ったところが天守のあった曲輪。さらに進むともう一段高くなった石垣があり、この上に高さ37メートルの天守が立っていたのです。漆喰が塗られたその姿は真っ白。最上階には周り園と高欄があったようです。この天守の周りにも天守台がありました。なんとなく徳川家康が隠居城として築いた駿府城と似ているような気もしますよね。福井城が当時からこのような造りであったとすれば、徳川一族の特別な城であることを意識して家康は設計したのでしょうか。結城の姓を名乗っていた秀康は1604年松平の姓を与えられます。豊臣秀吉と徳川家康という2人の天下人の間を行き来した秀康ですが、徳川の天下となって晴れて家康の子としての扱いを受けることができるようになったのでしょうか。一方で大阪城に残された豊臣秀吉の子秀頼と徳川家康が戦うこととなった時、秀康がどちらに味方するのか、家康は秀康の動きを警戒していたのかもしれません。そのため大国であっても冬は雪で閉ざされて動けなくなる越前に秀康を入れたのかもしれません。そう考えると家康自ら福井城の縄張りを行ったというのも何か別な理由があるのではと思ってしまうのは私だけでしょうか。松平秀康は越前に入ってから6年後、34歳の若さで亡くなります。そして秀康が若き日を過ごした大阪城が父徳川家康の攻撃により焼け落ち、豊臣家が滅亡するのはそれから8年後のことです。